みなさんこんにちは、大瀬です。8月の11日、これ琉球ゴールデンキングスから新たなコーチの加入が発表されました。そのコーチというのが2017年から2019年まで、琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチとして活躍しました笹野理央アソシエイトヘッドコーチが、今シーズン琉球ゴールデンキングスの新たなコーチ陣として加わることになりました。まずはおかえりなさい、笹野理央アソシエイトヘッドコーチという形であります。頼もしいコーチがこれまた琉球ゴールデンキングスに加入となりまして、琉球ゴールデンキングスのコーチ陣の強さがより一層強くなった次第であります。今回はこの笹野理央アソシエイトヘッドコーチの、簡単な経歴をこれ紹介していきたいなと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。これ今シーズンまた一つサプライズが起こりました。2019-20シーズンぶりに琉球ゴールデンキングス約5シーズンぶりに帰ってきたという形になります。今回この笹野理央アソシエイトヘッドコーチが、来たきっかけっていうのが、安永ゼネラルマネージャー並びに桶谷ヘッドコーチがお声をかけて、今シーズン新たに、コーチとして加入という形になりました。アソシエイトヘッドコーチですので、実質ナンバー2の働きになるかなと、個人的には思っております。それでは簡単な経歴紹介していきたいと思います。この笹野理央アソシエイトヘッドコーチというのが、コーチ上がりの、方でございまして、最初は当時日立サンロッカーズのアシスタントコーチとしてキャリアが始まりまして、そして次に今の宇都宮ブレックスのアシスタントコーチとして加入してきました。そしてその次に、加入してヘッドコーチ初めて経験となったのが、2017-18 シーズン、これ琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチ就任という形になりました。この笹野理央アソシエイトヘッドコーチが、琉球ゴールデンキングスを西地区の王者としてのこれ道のりを作った第一人者でございます。笹野理央アソシエイトヘッドコーチの印象といったら、とにもかくにも熱いコーチという印象でございます。もう常に全力で取り組んでおりまして、全力で取り組みつつ、勝利に貪欲でかつ冷静な戦術も使えるという次第でございまして、時には選手を鼓舞したり、時には相手チーム全体にもう牙を向けたりなど、もういろんなところで闘志がむき出しにしており、それが見事琉球ゴールデンキングスにマッチして、琉球ゴールデンキングス西地区優勝の礎を作ったヘッドコーチというのが、この当時の笹野理央アソシエイトヘッドコーチになってきます。そして2018-19 シーズン、2019-20シーズンもこれ3シーズン目で、笹野理央アソシエイトヘッドコーチがヘッドコーチを務めていたんですけども、ここで、寂しい、お知らせというのがありまして、笹野理央アソシエイトヘッドコーチの、心身の困憊により、これヘッドコーチ途中で、離脱するという形になりまして、途中で、お別れするという形になりました。シーズンで言ったら約2年と、半分のシーズンをこの笹野理央アソシエイトヘッドコーチが琉球ゴールデンキングスを率いて西地区の王者へと作り上げたコーチでございました。その後この笹野理央アソシエイトヘッドコーチは、宇都宮ブレックスに、カムバックという形になりまして、サポートコーチから始まりまして、アシスタントコーチ、このアシスタントコーチの時代に、琉球と宇都宮がこれまたチャンピオンシップファイナルで戦うことになりまして、かつて所属していたチームとの対戦という形になりました。結果としては、宇都宮ブレックスの、安西ヘッドコーチと笹野理央アシスタントコーチのコンビで、この宇都宮ブレックスを優勝に導いたという形になりました。そしてその宇都宮ブレックスのヘッドコーチを2年間務め上げまして、その2年目のシーズンには宇都宮ブレックスが久々のこれ東地区優勝並びに最高勝率を叩き出してという形で、笹野理央ヘッドコーチの宇都宮ブレックスの経歴となりました。この笹野理央ヘッドコーチが、本来であれば3シーズン目にこれ宇都宮ブレックスのヘッドコーチ突入するかなと思いきや、自ら退任の申し出がありまして、宇都宮ブレックスを、退団という形になりまして、そっから新たな道を探していた次第であります。そしてその新たな道を探している中、
今回決まったのが琉球ゴールデンキングスのアソシエイトヘッドコーチに任命という形で、これまた桶谷ヘッドコーチのサポートを務めるという形になります。今シーズンこの琉球ゴールデンキングスをまた深く知っている頼もしいコーチが入団となりまして、このサッサノリオアソシエイトヘッドコーチがどれだけ琉球ゴールデンキングスの勝利に貢献するか、また試合会場でもあの熱いサッサノリオアソシエイトヘッドコーチが見れるというのも、まあ現地で見れるというのもこれまた一つ面白い楽しみなポイントでもありますし、またこの琉球にヘッドコーチとして所属していた時と違う点で言いましたら、このサッサノリオアソシエイトヘッドコーチは日本代表のアシスタントコーチとしても活躍したというのが、これまた一つ注目に挙げたいポイントでございます。サッサノリオアソシエイトヘッドコーチは、ウィリアム・ジョーンズカップ、アジアカップなどアジアの国々と戦う時のコーチ陣もしており、そして直近で言いましたらワールドカップの日本代表のアシスタントコーチ、そしてパリオリンピックのアシスタントコーチとしても活躍した、その手腕というのは間違いなく琉球ゴールデンキングスに大きな還元になってきますので、いろんな経験をしてきたサッサノリオアソシエイトヘッドコーチの経験というのは唯一無二でございますし、また日本代表を率いたコーチとしてもこれまた一つ力を一段と二段と大きくなって、今シーズン琉球ゴールデンキングスに加入という形になりますので、この今シーズンこの桶谷ヘッドコーチのコーチ陣の陣容がさらに一段と熱くなってきましたので、これまた勝利に期待並びに、これ世界とアジアのチームと戦うにあたって、このサッサノリオアソシエイトヘッドコーチがどれだけ勝利に貢献できるか見届けて応援していきたいと思います。チャンネル登録お願いします。そして最後に、これは言葉的な意味になるんですけども、アソシエイトヘッドコーチという役割についてなんですけども、まずアソシエイトというのが、共同してというのが一番の意味になってきます。でこれを組み合わせたアソシエイトヘッドコーチというのが、共同してトップで指揮を取るということですので、桶谷ヘッドコーチの戦術のみならず、サッサノリオアソシエイトヘッドコーチも共に戦術、戦略、スカウティングを行いまして、ヘッドコーチの役割を担うのかなという形であります。これに関してはチームごとにばらつきはありますので、琉球ゴールデンキングスがどれだけこのサッサノリオアソシエイトヘッドコーチに権限というのを持たせるか、そこは少し不明なところでありますが、間違いなく分かるのはアソシエイトヘッドコーチでございますので、桶谷ヘッドコーチと共に指揮を取っていって、共に戦略を練っていって、琉球ゴールデンキングスの勝利を確固たるものにしていくのかなと思います。琉球ゴールデンキングスが今シーズンにかける気持ちというのも、このサッサノリオアソシエイトヘッドコーチ就任という形で現れていますので、このサッサノリオアソシエイトヘッドコーチの就任というのが、さらに琉球ゴールデンキングスの勝利ものにして、琉球ゴールデンキングスが西地区のこれチャンピオンにまず返り咲くということが第一になるのかなと思いますし、またこれチャンピオンシップ3年連続決勝に出場しまして、プレッシャーも大きくのしかかりますし、またこの3年連続で EASL に出場という、これまた琉球ゴールデンキングスにとってもタフなスケジュール、ハードなスケジュールを乗り越えるために、このサッサノリオアソシエイトヘッドコーチの力というのは必要だと思いますので、それも見届けていきたいなと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。